楽しもう、リトルバスターズが一つだってこと。というわけで、ここまでが前作の内容だ。会場の皆さんはどうでしたか？ああ、そうですか。ありがとうございます。では、リンさんにも感想をお聞きしましょう。うん、猫が可愛かった。小学生の作文か、内容に触れろよ。では、京介さんは？リキが可愛かった。半ズボンの兄貴が若干うざかった。お兄ちゃんは悲しいぞ、貴重な映像だというのに。しかし帝国の黒い人が実は暗黒面に落ちたロシア系クォーターだったところは衝撃だったな。そんな話はないのです。帝国の黒い人が実は暗黒面に落ちた猫だったところが可愛かった。わほー、そんな話もないのです。帝国の黒い人が実は暗黒面に落ちた兄貴だったところが若干うざかった。お兄ちゃんは悲しいぞ。わふう、これで皆さんに伝わったでしょうか？いいえ、きっと伝わったはずですよね。ねえ。では次はキャストのトーク始まるのです。はい、帝国の緑の人でおなじみ、夏目恭輔役の緑川ひくるです。よろしくお願いします。わーふー、ナオミクドリャフカ役の若林ナオミです。よろしくお願いします。リトルバスターズリフレインニコ生ミッションスタート。はい、そんなわけでここからは我々3人でトークをお届けしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。ようこそ。今ちょうどニコ生にも映ってるんですよ。ニコ生の皆さんもこんにちは。え、どの辺にカメラがあるの？あの辺に、あの辺に。あれ、ニコの皆さん、こんにちは。こんにちは。見てますか？はい、じゃあ僕はしばらくあそこを中心にやってみたいです。わかりました。じゃああそこだけ中心的な感じで。いやせっかくね、こうやって皆さん来てるわけですからね。そうなんです。まあ平等にペース配分してやりましょう。はい、ありがとうございます。実はですね、このニコ生ミッションスタートも3回目になるんです。え、嘘、2回目じゃなかった？え、前回復帰してたのは知ってる、はい、復帰した。え、その前って何？その前は第1回目のリトルバスターズの一番最初の。ごめんなさい、もうちょっと印象的な出来事って。印象的な出来事、年なんですぐ忘れちゃうんですよ。印象的な出来事、はい、みんなの公開資料を公開したら耳の形がどん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 出てきたやつです。あー、耳。それ2回目。2回目は私ずっと腹筋してた。そしたらなんかプロレスラーになった。長田選手にね。いや、あの短時間のトレーニングであんないい体になったら ね、いいよね。だって緑川さんも抱き上げてたよね、はい、あれはたまらないね。ね。あれはいい思い出だよ。そうそう、男の人がね、男の人にね、お姫様抱っこをして。何、王子様抱っこ、何だろう。何抱っこっつんですかね。いい姫で、まあ、どう考えてもプロレス技の一個としか思えないぐらい上がってましたけど、あの後こうやられなくてよかった。
危ない、実はですね、ニコ生をご覧の皆さんのところには会場の中に映ってないと思うんですけども、この会場にもたくさんのお客さんが集まってくださってます、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、よかったね、本当会えてよかったよ、本当だ、すごい、そうなの、座る、あ、じゃあみんなも座ってるんで、私たちも座りましょう、それ俺の年齢のことを気にしてるのかな俺は全然大丈夫だね、よし、じゃあ面で話しましょうかこれ、分かった、じゃあ疲れた順に座ろういいよ、全それを個性だもん、全然問題ない、はい、すごい座ってたら悪い気してきた全然大丈夫、もう自然体で行こうよ、自然体であ、自然に座った、何その座ってまた立つよ、準備みたいなのやめてくださいよ大丈夫、はい、じゃあお好きに、ね、お好きに好きにやらせていただきますすいません、はい、はい、本当にありがとうございます、はい、大概こんな感じでフリーダムでやっていきましょう、なんで後ろに行くの、新しすぎるでしょ、好きに使えばいいじゃん、こうやって座ったっていいよな、ね、別になんならね、好きにしていいよ、はい、どうぞ、あ、ごめんなさい、挑まなくていいいいじゃん、うん、さあすいません、進行様だけで、はい、どうぞ、はい、先日ね、KSL の第一部が自然の猛威に勝てなくて中止と、ね、いうことになったんですけども、はい、その中からね、今日は抽選という形なんですが、うん、一部に行きたくても来られなかったという人から、この会場の中に皆さんお集まりいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、会えてよかった、本当急だったのにね、こうして来ていただいて、そうなんですよ、本当にありがとうございます、はい、だからそのもちろん抽選で集まってみなくださった皆さんなんですけど、うん、来たかったけど来れなかったとか、うん、スケジュール合わなかったという方も今ニコ生の前で見てくださってると思います、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、サンキューそのわけで皆さん、はい、ここにいる時間を思いっきり楽しんでいってください、そうですね、せっかくいらしたんですからね、はい、はい、はい、まあ私たちも楽しんでいきますよ、椅子に座ったり回したり、うん、そうね、ちなみにさっきね、楽屋でちょっと遊んでましたもんね、何をして、野球盤とか、あ、遊んでた、ありましたね、すごいかっこいいですねわお、かっこいい、こんな人いる、すいませんね、おかしいでしょ、いや、これもみんなを楽しませようと思っていろいろ考えてるんですよそうそう、ステージでこんな格好することないからね、俺、そうです、貴重、多分二度とないから、いや、はい、いやでも、今日どうしようかな、大丈夫です大丈夫、視界が悪いよ、視界が、はい、みんなを見てな、うまい、視界が悪いよ、視界、はい、普段はなんかちょっとグラビアポーズみたいになってるからやめます、はい、やめます、はい、立ってます、はいはい、普段は私たち3人、うん、ラジオやってるんですけど、ラジオ聞いてくださってるって方、はーい、もちろんだ、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょうど今日足するよ、兄貴、これやればいいじゃん知らない程度に収めておいて聞きたい、何ですか、ちょうど今日金曜日なので、ラジオ配信日だったんです、そうそうそう、聞いてきた人っていうの、あ、ありがとうございます、あれ、ここだけの秘密だけど、生だからじゃあ今聞いた人、いや あれ生だって、もう撮ってないじゃん、あれすいません、じゃあもう散々日本撮りって言ってるのに全部嘘すいません、ひどい、何週にも仕込みがありすぎる、はい、すいません、そして、はい、ラジオ CD なんですけれども、はい、アニメで作画監督やってくださっている飯塚春子さんがいつもラジオ CD の表紙とかを書き下ろしてくださって、かわいいですよね、いつもね、まあボリューム1、はい、ボリューム2分かりますよ、ボリューム3どうした、はい、あ、まあ、ヒロイン的な感じ、ね、そうなんですよね、だって一番やりたいって言ってね、うん、はばからない人ですからね、そうなんですよね、そして悔しいことにすんげえ綺麗なのね、超綺麗、そう、ハルコミンさんがちょっと力の入れ具合を間違えてるぐらいの美人さがそこに溢れてます、ね、お綺麗さんですもんね、そうなんですよ、本当に美しす、やりたいですか、何ですか、ああいう感じ、全然やりたいですよ、僕何でもやりますよ、え、だってすごいその女王的な感じですけど、僕仕事断らないですからね、求められれば何でもやれますからね僕は声優っていうよりも僕は声の職人だと思ってますから、自分の仕事は、はい、かっこいい、
もう、求められればどんな仕事でも海外でも行くし、何でもやります。なので、皆さんもぜひ、会社宛てにね、こんな仕事で緑川さん使いたいんですけど。ええ、ちょっともう、緑川さんがそんな営業しないでくださいよ。営業じゃないよ。営業じゃないよ。何でもやるよ、もう女役でも。いや、知ってますけど、そんな、いいじゃん。そんな、もう十分あるじゃん、お仕事。あほんなまた私の仕事を取ろうとして。ごめんなさい、すでに取ってます。誰や取ってない取ってない取ってないもん。ごめんなさい、すいません。ラジオ CD なんですけど、はい、皆さん、そういえば会場に来られなかった方もいらっしゃると思うんですけど、うん、2部を見に会場に来たっていう方もいらっしゃると思うんです。来た、行ったよって方いらっしゃいますか。あ、結構いらっしゃる。ほとんどだ、ほとんどだ。ありがとうございます。ということは、パンフレットについていたスペシャルラジオ CD、聞いてくださいました。あ、なんかね、うん、はい、もうすっかりその体で喋ってる私たちがいる、CD ですか。そう、うん、まあ、よくシークレットゲストとは言うけど、うんうん、ガチシークレットになっちゃったっていう。ねえ、そう、あれでも美味しいよね。美味しいですね。これ一回ぐらい経験してみたいなって。そうなんですよ。いや本人かなりへこんでましたからね。本当。そうだよね。そうなの。で、本当は、2部で発表しましたけど、1部でリトルバスターズの EX のアニメの制作決定という、華々しい発表がある予定だったんですよ。うん、やっほーい。そうなんです。はい。まあ、それに合わせて、シークレットゲストだった、時戸さや役の桜井春美さんが、お越しいただけるはずだった。けど、ね、そうですね、そうなんです。台風の猛威に阻まれて会場まで来られなかったっていう。そうですね。自然の猛威に、さすがにシークレットのままにされてしまったってことですよね。台風によってなの？そうだよね。まだね、こう、天がね、許さなかったってことなのかもですね。まだ桜井晴美が来るのは早いってこと。早すぎる。まだそんな時間じゃない。すごい。いつなら、まあ、EX っていうのはでも、リフレインとどう違うのかとか、まだ知らない方もいらっしゃると思うんですけど、まずは、その桜井晴美さんが担当されてる、さやのアニメの絵ができてるそうなので、ちょっと見てみましょうか。はい。はーい、さやっちカラーだ、カラーだ。ちょっとエロい。また、全然エロくないじゃん。よく見て、よく見て。どこが？一番左。お、履いてるのか？ねえ。あれは履いているのか？あ、そういうことか。そういうことっていうことってことですよね。桜井さん履いてないのか。だ、桜井さんじゃない。ハルルンちゃうで。違うね。え、何、アニメのオリジナル設定なのその辺。履いてない。本人がどうも履いてないらしいからつけないって。そんなわけないやろ。あ、でもどんな設定が加わってるかまだ知らないじゃん。これ本編を見ればその辺の謎は明かされるわけですか。適当なこと言わない。そんなのわざわざ言わないよ。そう。でもアニメ見て履いてなかったらアニメにできないよね。監督、よっべって言って直さなきゃいけなくなっちゃうじゃん。大丈夫ですか。たまになんかチラチラモザイクとか。それは、あ、でも、まあ、モザイクには定評があるからね。そうね。いや、でもね、モザイクはね、私、リトルバスターズの中でね、見かけたことある。あるよね。あるよね。あるよね。しんどしちゃった。ごめんね。さやの、うん、まあ、絵も楽しみなんですけど、うんうん、どんな感じで喋るのかっていうのがあるそうなので。マジでマジで。え、なに、それ、アニメ用のサンプルがあるってこと？アニメ用のサンプル。ゲームとは違く？いや、なんか、今ここに結構な感じ、自由な感じで用意されてるので、好きに振ってくれていいみたいな。マジで？よしよし、やってみようっていうか、どんな感じなのかな。じゃあとりあえず一斉聞かせてもらいましょうか。お願いします。あー、はっはっはっは。おー、すごい。な、どんなのもっと？ん？もっと聞きたいよね。もっと、もっと時戸さんっぽいのが聞きたいです。すいません、お願いします。ゲーム、スタート。おー。なんかこういうこと言ってほしいとかある？兄貴何か言ってほしいことありますか？まあ、なんかさっきの笑い、おうほうほうってあるじゃないですか。うん。
実はその今回のイベントのために違う感じのさやっぽくない感じのもあったら面白いんじゃないかって僕提案しといて、あのブラーってブラーブラーブラーって、ちょっとベテラン集出しながらブラーブラーってちょっとね、あるかな、そういや用意してるんです、僕あのお願いしといたんだよ、はい、マジで、はい、すごい聞きたい聞きたい、じゃあ、時のさやでブラーブラーお願いします、ブラーある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 じゃん、あれすごいあるね、すごい、じゃあもう私別にここにいなくてもいいよね、ふん、もう帰るわっていうのが聞きたいな、長いな、そんなにあるかな、もう私ここにいなくてもいいよね、帰るわ帰るわで、はい、 お願いします用意してないよ、そんな急に言ったってだって、なんか入って、なんか入って、いや、あの子はやってくれてるはず、今、でもちょっとって入ったけどなんか違くない、あれバレちってる、なんかバレちってる、あれでもあるならやってもらおう、私、そろそろ出たいな。わー、すごい、録音でこんなこと言えるなんて、すごいね。すごいね、ぴったりだね。録音じゃないよ押してんだよ、来てるのか、来てんのかな、いやでも、せっかくここまで美味しくシークレットにしたから、最後までシークレットみたいな。嫌ですもういいです、自分で紹介します、時のさや役の桜井晴美さんです、お、自分で、おー、ようこそ、こんにちは、ようこそ、いらっしゃいませ、やっと出られました、今日はシークレットにならずに済みましたね、よかったです、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、出られてよかったね、出そうとしなかったくせに、いや別に帰らそうとか思ってないよ、その顔あ、そんなこと言ってニコ生の人にもちゃんとアピールしなきゃ、あ、そうですね、あの右隅の方です、マイクが、マイクじゃない、カメラがはじめまして、時戸さや役の桜井晴美です、真面目え、ね、あとこっちにもカメラあるんです、このスピーカーのこの辺に、ここがカメラになってるんで、煽りなので、ちょっと初めはスピーカーにしか見えないんですけどここでやるんですか、私でも、あ、いいんです、すごいアップになりますよ、ノリが悪いな、すいませんバレたあの椅子ご用意しましたので、ぜひ、はい、お座りください、疲れたら座る的な感じなんだよ、え私さっき控え室で見てましたけど、3人ともそれはそれは態度の悪い座り方いや違う、サービス、あ、なるほど、うん、これ結構試されてますよ、はい、今そう、新たな座り方を今ここでさあ、じゃあ考えてる間に進行していこうかじゃあさやはもう見たので、他のキャラクターの絵も見てみましょうか、あ、そうですね、あEX、 あと2人ね、あのキャラいますからね、うん、では、まずかなたんお願いします、かなたんドンパンさや、かなたそう、そうだ、もう一つ絵があったんだね、もう一つさやの絵があった今すごい飛ばされちゃった大事なやつ、大事なやつ、もうこれミスターやないか、ごめんさや見よう、今スタッフさん結構戸惑った、え、もう一枚の絵飛ばとったったごめん、座った方がいいんじゃないですかね、画面が見えないかなと思って、お客さんから、あ、じゃあ、座ろうか、そう思うなら座ればいいんじゃない、そう、そう、それはもう自己責任でお願いします、はい、だって、皆さん立ってて、私座ってたら、あ、それより見て、かわいいね、本当だね、さっきね、履いてなかったよ、あ、ちなみにね、俺この顔が好き、これ、わかるわかる、下の、お客さんに分かるように、え、じゃあ刺してきてよ、刺してきてよ、はぁ、これ私ゲストです、ね、これ違う、これ言って
はできるのにね。いや、そういうのやめましょう。なんか、大事に行きましょう。私、初出しなんです。だってさっきちょっとね、対策、急になんか言われたらどうしようみたいなの、なんか作戦会議してるじゃん。そう、一生懸命作戦会議したけど、ね、俺割となんか今、そんなに高度な振りじゃないですよね。ただなんか、あれでなんか言って。そう、一言なんか言っときな。ほら、お客さんも望んでるよ。いや、分かった。いや、俺が先にやるよ。俺が先にやるよ。ほら、ハードル上げてきたよ。じゃあ、この絵を見ながら想像してください。例えば、例で、はい。よろしくお願いします。本家はね。じゃあ、いきますよ。みーちゃんいいやん。あるある。まあまあ、そんな、そういうことだよね。そんな感じ、そんな感じ。そういうことだよね。まだ2本足りなければ、若ちゃんが。あ、いいよ。昨日まではあったのに。ほらほらほら、ちょっと困った感じになったよ。そう。何でもいいんだよ。そうだよ。お、怒りました。3、2、1、ドン。そっちじゃないよ。どっちに何が起きてるの？ちょっと絡めて困った顔しながら、そっちじゃないよっていうね。そっちじゃないのに。はい、いいですよ。いいですね。ごめんなさい。はい。はい、じゃあ次見たい。次見たい。はい、じゃあ、かなたん見ていきましょうか。かなたーん。はーい。超。まあ、アニメ出てましたからね。はい。そうなんだよ。風紀のあれもあるんだね、ちゃんと、ね。そうそう。で、もちろん EX では攻略ヒロインですから、今まで見せたことのないような顔がいっぱい出てくるわけですよ。かわいいのだー。そうなの。ちょっと照れたりとか、恥じらったりとか、ツンとしたりとかね。すごいね、すごいね。かわいいね。かわいい。なんかちょっと書いてある、NG って書いてあるのもかわいいね。ねえ。なんだろう、何が NG だったんだろうね。やっぱり耳書いてあるんだね。大切なんだ。でもこれもね、下の右から2番目が好き。同じ表情じゃない？こういう系が好きってこと？あー。もう無理。何が？ああ、そうだなぁ、そうだなぁ。今そこ、二人まとめるとそこじゃない、もう無理だからね。じゃあ、次の絵見してください。もう一人の EX ヒロインです。どーん、サミー。いいですね。ささんだ。はい、お待ちかね、ささーさん。みんな耳とか書いてあるのに違うもの書かれてるね。耳的な何かを書かれてるね。はい、表情集も見ましょうか。いいやっぱり耳の位置に髪飾り書かれてるね。緑川さん、やっぱりこれっすか？その猫。猫？猫？この猫の、猫表情ねえじゃないですか。後ろ向いてるじゃないですか。なんかこう、すげえ撫でたい。ただの欲望じゃないですか。これ、顔の表情の話をしてんのに。ごめん。猫撫でたいって、どういう感想ですか？だって、それで表情言ったらさ、またお前それかよってなってから、ちょっと多少ボケたの。ね、猫の方に逃げたの。同じ位置だけど、っていうね。説明しなくていいよ、ボケよ。はい、そんなわけで、こんな感じで EX の制作進んでおりますので、楽しみにしてください。いやー。よかったね、よかったね。はい。そうなんです。冷たいなぁ。本当は仲良しだろ？仲良しです。桜井さんにいろいろ話も聞きたいんですよ。はい。だってもう EX の収録始まってるでしょ？そうですね、1話。はい、撮りました。現場どんな感じ？知らないの。現場どんな感じ？知らないの。でしょうね。なんで私に対してだけ冷たいんだ？なんかそうした方が若林さん美味しいのかなと思って。そうやって説明しないの？さっきからボケを説明して、みんな。はい。はい。もう、みんな肌身で感じてるから、はい、さっさと答えなさい。ですね、うん、ちょっと内容は言えないんですけれども、うん、現場は、そうですね、糸バスって去年から収録も放送も始まってるじゃないですか。そうですね。何の笑い？早く言いなよ、時間がもったいないんだからさ。じゃないですか。うん、で、もう現場とかすごい雰囲気が出来や。寂しいだよ。あー、こんにちは。あ、どうもすいません。で、本当に。もう雰囲気が、
喋っちゃうからまた向こうで。でもう相手にしなくて大丈夫。わ、はい、かりました。もう十分かまった。はい、ありがとうございます。はい、そも出来上がってるので、うん、そこに初めて入るっていうのが、うん、本当ごめんなさい邪魔なんです。そうね。ぶっちゃけ邪魔だね。はい。話聞きたいよ。はい、聞こうよ。帰ったよ。もうマイク置いとくから。はい。でそれで、うん、そこに入っていくっていうのはちょっとやっぱり緊張しちゃって、うんはい、もちろんなんか皆さんCD でお会いしているので初めてではないんですけれども、うん、だからどうしようかなって思ったところその時にはあれですね緑川さんしかいらっしゃらなくてそうなんですよ収録そうそうだからラジオで顔合わせてたメンツでは俺しかいなかったんだよねそうなんですそうなんですよだからなんか新しくさえのお話始まったらみんなにワイワイ収録できるかもねって言ったら最初が全然いない時だったんですよ。いなくてどうしようと思ったらすごい気を使ってくださって話しかけてくださって、ね、だからここの隣の席どうぞいやそれ気使ってないですよねあれですよね堀江さんいて環奈さんいて小田さんいて兄貴いて兄貴の隣っていつも千葉クレイがいるちょっとようこそここへって言ったんです行った瞬間にどうぞって感じで言われてえ座ったの違う、なんか無理ですそんな ミスちゃうから無理ですって言ったからまあ、分からなくはないからじゃあちょっと A パート慣れて、うん、落ち着いたらじゃあ座ってごらんなんで座る前提なんですかいやほらラジオのネタ的にもねあ、まあ、そうそういずれ話すこともあるだろうなっていうね絶対座らなきゃいけないと思ったんですけど、うん、結構1話から喋ってはいたので、うんうん、で最初にもうやらかしてはいけないと思って、うん、まあそりゃなそうなんですだから でその A パートはじゃあうまくいったんですか座んなくて やったからうまくいったよねそれはそれはねうおもうバッチシでしたおじゃあもうそこには座らずでそれで B パート俺出てなかったから帰ったんだよね、はい、心置きなく座ってってでどうだったって後でなんか聞いた時にでもそんな間違わなかったでしょそうですね最初 のテストまで、うん、いらしてくださってでそこでまあ大丈夫だなと思ってあこの子は大丈夫だなって、はい、変えられて大丈夫でしたよ大丈夫でしたじゃあれ レイいないよレイいないんだあそこいやだってあそこ一回辰巳ゆい子さんが座っちゃったことあってで、うんうん、さん結構とちってましたよねあの時あれ完全に呪いだと思いますあの日そうなんです、まあ、そんな感じで EX もね、はい、収録も進んでおりますので、うん、どんな形で皆さんの、ね、お手元に届くのか見れることができるのかっていうのの続報をお待ちいただければと思います、うんうん、さて本日は最初に総集編を見ていただきましたが今日はアニメのサブタイトル、前期のアニメのサブタイトルをちょっと振り返りたいと思いますよ。はい。興味ないか？え、アニメ見てました前期。はぁ、あ。わぁ、これは見てるな。見てます。わかる。もう。ハルルはずっと見てたよね。はぁ、あ。そう。まあもちろんずっと見て。かわいいんだからさ、もうちょっと可愛く答えなよ。はい、はい、新しくね、リトルバスターズのメンバーに加わった桜井さんをね、お迎えして、もちろん見てらっしゃったでしょうけど、ちょっとおさらいを、もう長い作品ですからね、しようかなと思いますよ。はい、エンディングの直前で、毎回のそのタイトルが出るっていう、そういう手法だったんですよね、アニメ。普通一番最初に出るんですけれども。はい。で、今までのものがどんなサブタイトルだったのか、今から、うん、一覧にしてくださったそうなので、ちょっと出します。が、ちょっとだけおかしいところがあるみたいです。みんなも探してみよう。間違い探し、はい、うん。では、まず1話から13話です。どうぞどんどん あ、ほんとだ。あるね。ま、言っちゃダメね。桜井さん。はい。いくつかあるんですけど、ま、わかりやすいから、わかりやすいから最後に聞こうかな。若ちゃん、どれがおかしいかもうすぐわかったりする？あー、わかりづらいなぁ。あ、そうだね。なんだろ、多分、うん、意味がわからないのは、うん、2話がちょっと確かに、なんかよく、でも、道理は合ってるんだよ。
君が筋肉になると私も筋肉ってまあ一緒に筋トレ、そんなに早く筋肉出てきたっけなっていう感覚があるんですわ。そうね、はい、まあ これは一体本当のタイトルは何だったのか覚えてる？君が笑顔になると私も笑顔？お幸せ？惜しい。こまりちゃん？誰だろう？何だろう？じゃあ分かる人声合わせていきましょうか。筋肉部分をお答えください。せーの。正解。はい、君が幸せになると私も幸せでした。やっぱそうだよね。兄貴は？え、気になるやつ。はい、これおかしいんじゃないかってやつ。あれだよね、12は無限に続く青い筋肉じゃなくて、はい、青い稲妻だよね。違います。そうだよ、僕を責めるやつでしょ。そう、しかも無限に続いてるじゃないですか。そんなお話だったかな。ああ、もう怖かったよね、稲妻避けながらさ。そう、行くやつもう終わんないからさ。いや、でも本当にあれは大変な作業だったですよ ね。そうですね。もうラスマイにふさわしいよね。盛り上がった盛り上がった。で、他はじゃあ、そろそろ桜井さんに聞いてみましょうか。前期をずっとご覧いただいてた桜井さん、あと、2つ間違ってるところがあります。どこ、はい、教えてください。ねえ、どこどこ？やっぱ2つ言うんですか？うん。え、7話と10話？7話、さて私は誰でしょうと、10話、空の青、海の青。なるほど、なるほど。あれ？これはさ、うん、あれ？いや、ん？え？理由を聞こうか。理由は、ちなみに7話は一体本当はどういうタイトルっぽかったの？あのね、7話よりも前におかしいの絶対あると思うんだ。まあ、日本語おかしいのはあるよね。え、4話？そうだよね。そう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 。はい、1個は4話です。いやいや、何の日だまり作ってるのこれ。本当だ。まあ、4話は分かった、ま、じゃあ7話はどこ？7話はね、私合ってる気がする、確かこれだったような気がするんですよ。ごめん、なんだと思った？はい、さて私は誰でしょうっておかしくないですか？そういうものなんでしょうよ、答えを。それよりももっとおかしいのあるから。ある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 。よく、ひらがなだと思ってよく読むとおかしいのあるから。ひらがなだと思って。ちなみに10話は何が引っかかったの？青が、あごってなってる。あ、重いよってやつね。あ、口の尾になってるのが気になるのね。そうですね。古文とかあるでしょ、そういう表現。え、だってなんかバランスが。8話を声出して読んでみるよ。え、レッツル筋肉フォールームメイトなのです。おかしいだろ、おかしいだろ。え、おかしいですよね。まあ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 、まあ、はい、これも味だからな。そうですね、じゃあもう先に進めましょう。次行きましょうか。なんで、はい、続いては14話から26話です。どうぞ。わあ、わかりにくい。もうなんか、何をしたいのかすごくわかる気がするね。すごいわかりにくい、うん、とりあえず1個、2個、3個見つけた。あ、本当に？じゃあ1個言っちゃっていいよ。筋肉ちゃんが幸せなら私も幸せだから。まあね、どう考えてもマサトの話としか思えないけど、違った気がする。そうね、筋肉ちゃんって呼ばれてる人はマサトぐらいだけど、そんな話はなかったね。なかった気がする。そんな最終話近くでね。はい。あとは兄貴分かりました？筋肉ちゃんが幸せなら俺も幸せだから。いや、俺に直せばいいってだけじゃないですよ。私のところがダウトなわけじゃないですよ。以上、こうマサトを正面に見据えてて素敵。筋肉ちゃん、筋肉ちゃんがお呼びなさい。筋肉ちゃんが幸せなら俺も幸せだから。え、それぜひ筋肉界の時にやってくださいね。何の時？筋肉界の時に。あ、ラジオのね。ラジオの筋肉界の時に。なんで、うおーってない。別に何、カンナ君を見ながら言うの？カンナ君別に筋肉ちゃんじゃないから。まあそれもおかしいですわ。じゃあこちらでも桜井さんに見つけてもらおうかな。1個、1個1個
15。ほう。無表質、筋肉だぜ。まあおかしいわな。あれ？そうですね、無表質っていう言葉がよくわかんないですよね。はあ、そうだね。そういうことですよね。そうです、そうです。引っかかるよね。でもとりあえず今までの流れを見ると筋肉って入ったらとりあえず間違いなの。ああ、なるほど。うわー。すげー進化してる。はい。ほんとだー。進化。はい。まあそんなわけで、そこは正解おめでとうございます。イエーイイエーイ。あとは、え、筋肉患いを癒せ。ね、筋肉患いって何？筋肉痛とかいろいろあるじゃん、肉離れとか。あ、それは患うな。そうそう、患うよね。さあ、最後の1個だ。え、あと1個？あ、最高の筋肉たち、ね、正解。ひどいよね、リトバスがすごい筋肉たちの宴みたいなになって最終回迎えたみたいになって、ね、そうそう、これ最終は筋肉エンドだったってことだよね。そうだね。世界は筋肉に包まれた感じがするもんね、これね。そんなわけで、サブタイトル振り返ってみました。あの、正しいタイトル実際見てわからなかった人は、あのブルーレイやあの DVD が全9巻出ておりますので、そうですね、あのリフレインと合わせてそちらもよろしくお願いいたします。お願いします。そして明日から、まあ、あの場所によりますけれども、関東では明日からいよいよリフレインがスタートです。気になりますね。そう、あのオープニングとエンディングのムービーとかもいろいろ気になるところあると思うんですけども、ちなみに放送時間帯入ってるの？気にしないで。あ、放送時間帯こちらになっております。イエーイ。はーい。ちょうどね、1期から1年経っておりますので、お住まいの地域でね、そろそろどの辺が映るか覚えてると思うので、ぜひ見ていただければなと思います、はい、さあ、ニコニコさん、あ、ニコニコさんでも、ニコニコアニメチャンネルでももちろん放送ありますので、はい、今、ニコ生をご覧の皆さんも、ぜひね、ニコニコアニメチャンネルリトルバスターズリフレインチェックしてください。よろしくお願いいたします。さあ、じゃあいよいよ、はい、リフレインの第1話上映と参りましょうか。席を立ったよ今、ね、私たちもどうなってるのかすごい気になっているところです。気になるみたいのだ。どうする、見てる間ずっとスクワットでもしてる？え、なんで？いや、そう、なん、どういう、落ち着かないかなと思って。死ねえよお前ら。あ、今日はそういうキャラじゃなかったんだった。どういうキャラ？もうやめてよハルルンバカ。ニコ生をご覧の皆さんは、あの一部の上映となりますのでご了承ください。さあ、若ちゃん、振り返りのこのトークコーナーでしたが、はい。はい、締めをお願いします。すっごく素敵に、はるるんが締めてくれます。ちょっと、え？卑怯だな。やり逃げだ。帰っちゃいました。じゃあ、お願いします。やめてください。え？あ、じゃあ、すいません、いる？よろしくお願いします。ありがとうございました。フォローしてくれるって言った。どうしよう。じゃあ何か言ったらフォローお願いします。いきます。ゼア。ありがとうございます。
あったでしょ、モザイク。ね、あのもう1話を先行で見た人はね、明日始まるから今日はまだ何もつぶやけないと思うけど、もし友達に話すときは、ああ第1話にモザイクあったわってあの言ってあげるといいと思います。そしてここからはなんと生でライブをお楽しみいただきたいと思います。それではリトルバスターズリフレインでオープニングを歌ってらっしゃる鈴湯さん、どうぞ。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。台風以来、台風以来、台風以来、台風以来です、台風以来です。いやもう、あの、アニメで鈴湯さんをご覧になった方もいらっしゃると思うんですけど、はい、あの普段もちろんそのアーティストとして活動されてるんですが、はい、リファぐらいの大きいアリーナの出演初めてだったんですよね。そうなんですよ。あの本当にあんなにたくさんのお客さんの前で歌ったのが本当に人生の中で初めてだったので、はい、もうものすごい緊張しました、はい、あの今日初めて見る方もいらっしゃると思うので、はい、改めまして皆様に、はい、なんだろう、自己紹介とか好きな寿司ネタなんかを教えてあげてください、はい、好きな寿司ネタ、好きな寿司ネタ、分かりました。はいはいはい、ボーカリストとして音楽活動しています、鈴湯と申します。皆さん今日はよろしくお願いします。かわいい、ありがとうございます。好きな寿司ネタはいくらですが、寿司屋にあまり行きません。はい、はい、いくらあげてください。はい、じゃあ鈴湯さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それでは、皆さんの前で歌うの、また歌うことができてとても嬉しいんですけども、ちょっとライブですので、私としてはですね、皆さんに立って、お、ノリがいい、立って楽しんでいただきたいなと思います。皆さんスタンドアップ。なんていい人たちなんだろう。ありがとうございます。それでは、サイリウム持ってる方はサイリウムを振りつつ、持ってない方は手を上に大きく上げつつ聞いてください。リトルバスターズリフレインオープニングテーマ、ボーイズビースマイル。一人じゃ寂しい、それじゃいつまでも子供のままだ。どうしても伝えたかったんだ、繋いだ手はもう我が物になる。そしてまた朝が来る。
ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。それでは、私に続いてエンディングテーマを歌ってくれている北沢彩香さん紹介したいと思います。北沢さん、よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは、北沢彩香です。今回リフレインのエンディングを歌わせていただくことになりました。今日はみんなに会えて本当に嬉しいです。みんな楽しんでますか？ありがとうございます。では明日からのね、リフレインを一緒に盛り上げていきましょう。それではエンディング曲聴いてください。君とのなくしもの。失くしたもの、大切なこと、守れなかった僕らの笑顔の影、この先いつか晴れること祈ってる。時間が過ぎ、今日の終わりは当たり前にやってくる。さあまたねと見送る背中、本当はまたなんてない。誰かの知らない街、僕らはここで出会って、いつからか風はいつもそこに吹いてた。でも僕は君じゃないから、伝えることしかできなくて、迷いと惑い傷を受けた日、二つの手に乗せた記憶、指先へかすかりの ありがとうございました。はい、北沢
皆さんには一回ご着席いただきましょうか。ありがとうございます。いやもう裾で見てたらそこでもうすごいオレンジの線香がぐるん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 回ってるからすごいものが回っているなと思いました。ありがとうございました。いやあのすぐ来て歌われたんですけどどうですかこの会場。いや皆さん温かくて本当楽しかったです、うん、ありがとうございます。ではここで出演者の全員をお呼びしたいと思います。皆さんどうぞお迎えください。はい、いやあっという間にもうイベントも終わりのお時間なんですけれども会場に、よし止まるか無理やって無理やって場所柄的に無理やって雑魚ね雑魚ねすごい雑魚ねになるよね。まさにマグロ取ってきたみたいになるよねいやでも皆さん会場にいる皆さんにはあの先行という形で B パートの方もご覧いただいたんですがいかがでしたでしょうか。まさかねあれがああなってこうなっちゃうなんてね。で最後には兄貴があんなことにねいやもうでもあの本番も明日から始まるのでぜひリフレインの方お友達にもご自身だけでなくよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや白熱したよね。そういえば、はい、ニコ生の人は B パートの間あのずっと何も映ってなかったわけではなくうちらの野球ゲームが流れてたんだよ、まあ、いや B パート見れた君たちとても幸せなんやでそうやね、まああのなんだろう環境映像みたいな感じで僕たちが野球盤やってるところがずっとあの音声は入ってないんだけどね音声入ってない感じででもすごい奇跡が起きたよね。奇跡起こしてましたね。すごかったねすごかったあれはぜひタイムシフトで見てくださーい、はい、そんなこと言ってる間に本当にいいお時間になってまいりました。あっという間でしたがみんな一言ずつ感想をもらっててもいいですか。はい、はい、では若林直美ちゃんからとイエーイ。はい、というわけで明日から放送始まります。皆さんお待たせいたしましたリフレインでございます。ぜひぜひ楽しんでいただいてですねぜひラジオの方にもメールをいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。それではシークレットからやっと本物のゲストにはい、そして EX おめでとうございます。ありがとうございます。はい、時のさやかの桜井晴美さんも一言感想お願いします。はい、ありがとうございます。本当に今日台風が来なくてよかったなと多分私が一番喜んでると思います。ありがとうございます。皆さんの前でさや出るよって言えて本当に嬉しいです。あとですね野望としてはラジオの方にも本放送の方にもいやまだオファーは来てないんですけど出たいので出せよっていうメールを出せよって送信でよろしくお願いします。わかりにくいよすべてさかさか桜井晴美出せよっていうそうですねそう書いて送っていただけると私は喜びます。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ兄貴はラスボスなのではい、素敵なオープニング聞かせてくださいました鈴湯さん、はい、一歩前どうぞ。はい、皆さん今日はありがとうございました。なんか、はい、KSL の時よりもすごい堂々としたような気がする、はい、あ、本当ですか。そう、だってあの時若干楽屋で小ウサギみたいになってたそうなんですよ、本当にもう震えてしょうがなくてそう。でも今日もちょっとこういう手の振り合った時に若干手がブル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 って震えてたんですけどでもちょっと皆さんと一緒になってこの場所を楽しむことができてそれからリトルバスターズの一員というか一部になることができて私本当にとってもとっても嬉しいです。皆さんこれからもリトルバスターズリフレインをよろしくお願いします。そして、ウルトラオレンジ振り乱す勢がいっぱいいた北澤彩香さん
本日の感想の方を2個前にお願いいたします。皆さん今日はありがとうございました。この間一部が中止になっちゃった時に本当にショックだったので、今日本当にできてね、よかったなと思って、ね、ますます明日からの放送が楽しみになったなっていう感じで。そう、そしてあの北沢さんといえばね、あの20周年の時からあの次の出番を皆さん待ってたっていう声もあったと思うので。本当ですか、本当におめでとうございます。ありがとうございます。ね、これからも本当に、はい、あの活動にライブに歌声にと、みんな楽しみに待ってますので、はい、皆さんの前にたくさん出てこられるようにこれからも頑張ります。ね、はい、じゃあエンディングと、ね、エンディングとオープニングとともにリフレインをよろしくお願いします。はい、本日は司会なのでずっとボードを持ってました、民安智恵です。今日はこの間の KSL の一部で着るつもりだった衣装を着てきました。ありがとうございます。本当はここに猫耳がついてたんですけど、やりすぎだなと思って撮りました。また今度ね、また今度。そしてあの時さ、まだ9月の中旬だったから濃水だったんだけど、ちょっと寒いです。はい、そんなわけでリフレインがいよいよ始まりました。りんちゃんにとってはあのリフレインはものすごく試練の連続になっていく作品な話になっていくんですけれども、今ものすごく真剣に自分の成長もかけてリフレインと取り組んでいます。なのでぜひリフレインを最後まで見届けてもらえたら嬉しいです。今日本当にありがとうございました。さあラスボスだ。兄貴、はい、今日は皆さん本当にありがとうございます。楽しんでいただけましたか？ありがとうございます。ちょっと若干ね、ぜひぜひここにいてほしい、神田信俊君という、ね、皆さんもね知っております、筋肉代表の方がいるんですけれども、本当にね、イベントとても前向きに出たがっているので、まあ今回が好評でね、番組も好評だったらまたね、あってもおかしくないですよね。その時は来てくれるんじゃないかな、ね、筋肉の人もマンの人もね、もっとね、もっと大勢でね、いつかやりたいですよね。そうですよね。絡みたい。そうそう。それで、ちょっと待ってください。今日僕たちももちろん一話見たんですけれども、なんかね、懐かしい、ちょっと邪魔をするな。かっこいい。いや、なんか最近アフレコ重たいんですよ、スタジオが。ストーリー的に、だから今日久しぶりに1話見て、ああこれがリトルバスターズだったよな、だからいや、すごくこの雰囲気好きなんです。だから皆さんも心してこのみんなでワイワイガイガイやってるのを見て、これからのストーリーに備えてほしいなって。すごくやっぱね、この辺がとてもキーになってくると思うんで、ぜひぜひよろしくお願いします。そして僕気になってるんですけど、はい、あの子ミッションやりましょう。え、そんなお父さん、今なんで？いや別にいいんです。ちゃんと知ってたよ。知ってた？お父さん。父さんじゃねえから。はい、じゃあお母さんに、ま、あ、ごめん、あのさ、それさ、お父さんって言っちゃって、あ、違うって言うと恥じらいがないと意味ないから。きっと誰も気づいてなかったじゃんか。コンプリートー。違うよ。さあ、じゃあ、はい、締め的な言葉を皆さんと一緒に言いたいなと思うんですけれども、やっぱりどうしようかなと考えた時に、やっぱりリトルバスターズ最高かなと思うんですが、テレビと同じような感じで皆さんと一緒にやりたいんです。例えばリトルバスターズ最高って3回言ってください、一緒に。で最後僕がリキに一人ぼっちにされたみたいな感じで締めますので、じゃあ3回一緒にやりましょうね。いいですか？一緒にやってくださいね。いきますよ、せーの。リトルバスターズ最高。リトルバスターズ最高。リトルバスターズ最高。ヒャッホー、リトルバスターズ最高。ありがとうございました。ありがとう。
どうもありがとうございました。またイベントでお会いしましょう。そしてテレビ見てください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではゲストを盛大な拍手でお見送りください。久野役若林直美、時の沙耶役桜井晴美、夏目恭輔、緑川光、オープニング担当鈴木優、夏目凛役谷安智恵でした。お疲れ様。